は私が狩るから安心して作業して。師範の指示に従っただけなので、今あなたと話すか話さないか決めた。どっちだろう。落ちた瞬間が背中で見えなかった。投げる手元は見てた。小細工はしてなかったはず。師匠、薬草でしたらこちらに。では容疑者はその3人だと。ロンドンは本当にびっくりすることばかりで。古き神秘よ、死にたいよ、甘き謎よ、ことごとく無に帰れ。ロンゴミニアだ。ああ、ちょっとあまり見ないで、注目されると。ちょっと日向、花ちゃんも言ってたように、車のそば走るなんて危ないこと二度とやっちゃダメだからね。日向、なんで拗ねてるの。日向、お姉ちゃんとこいで。日向、今日はごめんね。お父様、それは多分違います。誰も傷ついてほしくない。もう戦いは避けられないのですね。何度聞いても本当に素敵な歌声です。コハク、まさか一人で助けに。本当にどんな草でも良いのですか。ずいぶん楽しそうにやってるんだね。消しゴム落ちてたよ。おかしいのはあなたよ。本当のこと。まあ頭良かったら進学試験落ちてないけど、今日は来てよかったな。石神にも言いたいこと言ってやったし、集中には楽しい思い出ばっかだから。小野谷杏です。私も今年からの編入です。今朝早速ちょっと道に迷って遅刻しちゃいました。もしかして学食。ねえ、大賀くんと狩竜さんって仲良さそうだけど、狩竜さんは大賀くんの彼女さんなのかな。変わり始めていることがそんなに嬉しい。姉と友達になってくれませんか。姉は幼少期から少し変わっていて。お友達に嫌われたくないのなら一方的にオカルトの話をしないこと。わあ、お姉ちゃんと同じクラスなんですか。奇遇ですね。私、双子の妹の琥珀です。やっぱり君子を読みに来たんですか。そっか、だけどまずは友達からね。頑張ってクラスを上げてね。カナメ、ダメ。こういうのはやっぱり男の子がリードしないと。お待たせしたかにゃん。よかった、これ買うね。じゃあ次の服ね。パリピかなんか知らないけど、騒ぐなら外でやってくんない。私今大事な時期なんだけど。おい、これギャー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 。カイドウ妹、うるせえ、ビチクソが。てめえらも勉強してたんじゃねえのか。しょうもな、何やってんのかと思いきや現実逃避かよ。しかもストーリーも全然面白くないし、そもそも夏休みの宿題も終わらせられないようなやつが漫画なんて書き上げられるわけないけどね。さあ一緒に落ちていきましょう。ねえ、そんなあなたの前で彼の首を折ったらどんな顔してくれる。お久しぶりね、かわいい巨人さん。地獄誕でしょ。ねえ、今度は壊していいのかしら。そんな素敵なもの隠してたの。